どんなことになっているのかというと、桜川駅に近鉄用の引き上げ線があるから、大阪難波駅から桜川駅までは運転上は近鉄扱いなんです。乗務員交代も桜川駅で行います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、動画の評価、コメントも書いてくれると嬉しいです。ではまた次の動画をお楽しみください。はい、今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日の動画は近鉄特急ですね、阪神電車の駅に近鉄特急アーバンライナーがやってきたという感じの動画です。
アーバンライナーは本来阪神電車には乗り入れないんですけれども、桜川駅に関してはアーバンライナーがやってくるということですね。事情を知っている方にとっては特になんだ珍しいことでもないんですけれども、知らない人にとってはちょっとびっくりな状況なのかなと思います。これはですね、もともと阪神電車が難波駅に乗り入れる前は近鉄難波駅ですね、今の大阪難波駅ですけれども、そこの引き上げ線が3本あったんですけれども、その3本中2本を本線に使用したため、もともと本線として使う予定だった線路なので、それを阪神難波線ができるまでは引き上げ線として使っていたんですけれども、その引き上げ線を本来の本線として、使用するために足りなくなった引き上げ線2本分を桜川駅に持ってきたという感じです。なので、桜川駅には、近鉄用の引き上げ線が2本あります。で、大阪難波駅には、引き上げ線が1本残っているという感じですね。なので、近鉄の引き上げ線に入るためにアーバンライナーや、あと普通の近鉄特急ですね。で、また阪神線内に乗り入れない近鉄奈良線の車両などもやってきます。で、そのため大阪難波から桜川駅の一駅間は阪神電車の路線でありながら、運転上というかもう信号とか全て近鉄扱いになっているので、近鉄電車の運転手さんと車掌さんが乗務する区間となっています。で、桜川駅で交代するという形になっています。なので大阪難波駅と桜川駅の間は運転上は近鉄で、営業上は阪神という形になっている区間です。なのでこんな珍しいことが日常的に起こっているという形です。もう桜川駅は本当にもう阪神電車の駅なので、発車メロディーや到着メロディーも全部阪神電車の音となっています。なので阪神電車の接近メロディーでアーバンライナーが入ってくるという形ですね。またちょっとね、またこういう変わった駅がありましたら撮影に行ったりしようかなと思っていますので、またよかったらチャンネル登録とよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。